そのタンパク質を取ることによって、うん、そのそれで気分が強くなる、メンタル的には強くなるね。という関係で、あの、まあ、神経伝達物質、セロトニンとかドーパミンなんかを作るのに、やっぱり歩行、あの、原料がアミノ酸だから、はい、プロテインが近いやつでね、はい、あと歩行素として、まあ、鉄とかビタミン B とかね、はい、そこら辺も十分あった方が、そういうものがしっかりできるから、気分が安定するというかね。うんうんね、あの結構セロトニンとかは、ね、うん、精神がリラックスしたりするって言いますしね、うんうん、そういう神経伝達物質とか、まあ、そういった材料というところからも、うん、プロテインですね、まあ、それで精神的に安定したりというところにつながるということですよね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。あとですね、あの緊張したい、うん、そういったことにもなんかサプリのプロテインってあの効果あったりするんですか。まあ、プロテインプラスナイアシンをお勧めしますね。ナイアシンは何でなんですか。ナイアシンはね、エルトリプトファンから作られるものなんですが、はい、非常に効率が悪いんですよ。エルトリプトファンもアミノ酸。アミノ酸ね。で、ナイアシンをしっかり飲んでおくと、はい、エルトリプトファンがセロトニンになる、はい、なりやすくなる、はい、リラックスしやすくなる。ああ、そこにつながるってことなんですね。エルトリプトファンの内野手を作る方向に行くんじゃなくて、はいはい、あのセロトニンを作る方向に行くからね。プロテインプラス内野手というのは非常に気持ちがリラックス。ああ、そうなんですね、はい、そしたら平常心で試合に行くということですね、はい、あ、そういうことなんですね、ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、これもあの引き続きのストレスシリーズなんですけれども、うん、まあ、トレーニングの方ってやっぱりタンパク質を食事でたくさん取るために、うん、もう常に鶏むね肉とか、そういったものをずっと食べてるんですよ、うん、で、本当は鶏むね肉とかささみとかをよく食べるそうなんですけど、うん、なのでずっとまあ調理方法とかもまあの、まあ、いろいろ試してはいるみたいなんですけど、うん、飽きてくるらしいですね。ある程度油が必要じゃないでしょうか。鶏むね肉だったら油が足りなくなるから、燃料が足りなくなる可能性があるね。ああ、牛とか豚も食べれないんだよ。そうですよね、特にその、まあ、タンパク源ですし、うん、脂肪をね、あんまり制限しすぎない方がいいと思います。ああ、なるほど。でも、ね、牛肉でしたら結構適度に、うん、あと、ジビエ料理とかね。ああ、ジビエ料理とかね。なんで鶏むね肉ばっかり食べると不思議でいけない。うん、油が悪いと思うとね。そうですね、確かにそうですね。油が悪いんだけど糖質が悪いんだけどね。糖質をゼロにしてから油をある程度取るべきだと思うね。油を制限して糖質を取るのは本末だと思う。ね、まあ、あとは自分の限界を超えるためには強い精神が必要だと思いますが、どうしたら精神が強くなりますかというところも、まあ、タンパク質の絶対量、ビタミンの絶対量ね、これは絶対のサプリメントを取るべきだね。食事は絶対無理だから。はい、とですね、あのお客様の中には人工甘味料が精神に悪影響を及ぼすっていう、うんうん、あのそういったことをネットとかで見たことで、あ、まあ、そういったことをちょっと心配されている方がいらっしゃるんですけれども、うん、実際にはその辺どうなんでしょう。あのね、タンパク質がしっかりあったら少々の人工甘味料は関係ない。うん、まあ、絶対食べちゃいけないのはマーガリンとショートだからね。トランスフォーマー。それ以外は人工甘味料少々入ったら全然問題ない。まあ、あの BJ のプロテインが入ってるね、結構ね、はいはい、全然問題なし。あ、うん、だから人工甘味料を怖がって、うん、タンパク質が十分取れないこと自体が、うん、もう問題、大問題、本末転倒。うん、なるほど。そのままだとタンパク質がしっかり取れてるか気にする必要がないというところは、そこは何で解毒できるから。あ、肝臓とか、肝臓、うん、タンパク質がないと解毒できない。タンパク質があれば普通に解毒できる。なるほど、解毒ができるので気にしなくても。僕は全然気にしてないです。マーガリン焦点とか食べないけどね、他のことは。うん、すごく。トランス脂肪酸はね、先生、絶対取らないようにされてますよね。
まあ、ちょっと今トランス脂肪酸の話が出たので、うん、トランス脂肪酸って、まあ、アメリカとかでは規制があったりして、うん、日本人だと、まあ、そこまでその、まあ、パンの文化ではないから、うん、そんな日常的にたくさん摂ることがないのでというところで、まあ、制限が規制はされてないかと思うんですけど、うんうん、何かそういう精神的にもなんか悪影響を及ぼしたりする、体の中の代謝を狂わすよね。本来脂肪酸というのは、まあ、燃料になる、はい、あと細胞膜とか、ねはい、生体膜の成分なんですかね、はいうん、それとトランス脂肪酸はそれに使えない、それを阻害してしまう、なので生体膜がもろくなる、エネルギーとしても使えない、もう毒ですね。結構ですね、ショートニングとかってお菓子とかにクッキーとかに入ってるよ、入ってる入ってる、ね、ケーキ、クッキー、ね、結構サクサクっていう食感とかを出すためだったりとかって、ね、結構使われてます。だから加工食品だから結構入ってるからね、うん、まあそういうものは一切食べてたからね、今ね、はっきり言うて気をつけないといけないですね。お菓子とかケーキとか、そうですね、多分私ちょっと食べない方なんですけど、あでもお前一切食べるべきだ。そうですね、絶対食べちゃダメだよ。あれそういうの欲しくなるのね、まあ、タンパク質。そうですよね、もうね、先生の方になると、あメカニズムがすごく分かっていて、プロテインをしっかり飲んでる人はね、甘いものに興味がなくなる、欲しくなくなる。少し難しいところなんですけれども、まあ、私たちのエネルギー源、まあ、炭水化物がエネルギー源になっているのと、タンパク質と脂質、まあ、この3つがエネルギー、まあね、でもね、タンパク質はね、エネルギー源としてはね、期待できない。だから糖質か脂質か、だから糖質を制限するなら脂質はある程度高いよね、うんうん、まあ、糖質でエネルギー制限してエネルギーを取れないように、うん、脂質を元にして、まあ、エネルギーを作る、そうそうそう、でその方が、出来上がるエネルギーの量も多く、そうです、ね、効率がいい、効率がいいね、うん、でまあ、その脂質をエネルギーとして使うためにも、まあ、タンパク質が必要だったり、うん、いろんなビタミンが必要なのね、まあ、が必要ということですね、うんうん、それがあると脂質って私たち結構一般的には太りやすかったりとかっていう、うん、悪いイメージ持ちがちですけど、うん、その取った脂質を効率よくエネルギーにすることができる、うん、使うことができる、うん、なったらもう本当脂肪燃焼もつながりますし、だからね、安ければね、脂肪を取るべきだ。生クリームとかバターなんかしっかりね、うん、食べるとね、お腹いっぱいだとね、欲しくなくなる、そのためにも、まあ、鉄とかも必要、まあ、それも必要ね、タンパク質も鉄とかね、ビタミンもね、それがあると脂肪、脂質が効率よくエネルギーとして使えるっていうことですよね。もう本当にそれ、そのメカニズム、その先生の本で読んで、すごい、本当その通りだなって思って、アイスコーヒー、ホイップ4つとか頼んだりして、それをもう摂取するとも、もう半日ぐらいお腹空かなくなる。なるほどなるほど。確かに脂質ってもともとその胃の中での停滞時間も長いので、うん、腹持ちが良かったりっていうところも、うん、まあ、そういったところでもお腹なかなか空かないっていうところにつながっているかもしれないですよね。ただ生クリームに、うん、砂糖は入れちゃダメなんですよね、うん、動物性脂肪オンリーだね、植物性脂肪はダメ、糖質はダメ、生クリーム買うときもちゃんと動物性の、うん、あとバターだよね、発酵バター特にね、美味しい、ね、発酵バターっていうスーパーとかにも使う、あるあるある、うん、百貨店のとこは近かね、ありがとうございます。まあ、今ですね、いろいろと、まあ、先生にお話をお伺いしたんですけれども、タンパク質の必要性でしたり、まあ、鉄とかビタミンとか、うん、そういったものも必要ということで、いろいろとお話をお伺いしたんですけれども、最後にちょっと先生がその中でも、まあ、ビーレジェンドをですね進めてくださっている、理由っていうのは、まあ、美味しく、まあ、飲んでお前飲みやすいということで進めていただいているということで、なんかお客様からなんか実際にそういった感想をいただいたりとかしたことってありますか？まあ、大人の人は、ある程度マスクでも飲んでくれるように説明したら、これが必要なんだよね、必要なものだってですね。で、うちでね、まあ、今お
プロテイン飲んでもらってれば、ADHD のお子さん、学習障害とかね、多動性障害とかね、小学生だ、ね、あと中学生、不登校とか、起立性調節障害、あの血圧が低くて、朝起きれずに学校行けやる、はい、そういうお子さんたちはやっぱりね、まずいプロテインなんて飲んでくれないよ。絶対そうですよね、お子さんのやつもね、そうですよね。だから美味しいプロテインでないと飲んでくれないから、ビール飲みの人が飲める人が非常に増えてます。あ、そうなんです。あとね、高齢者ね、高齢者なかなかプロテインを飲む習慣ないし、そうですよ ね、食習慣を変えるのは非常に難しいよね。量もあまり取れないですね。やっぱりビール飲みであったら結構飲んでくれる。あ、嬉しい。子供と高齢者が飲んでくれてるのが非常にいいところだと思いますよね。抹茶味とかもありますね。そうですね、自分の祖母にも飲んでもらうようになって、すごい抹茶味で気に入ってくれて、いつも毎日飲んでくれて、はい、それがでも毎日の習慣になるようになるね。そんなにね、まあ、いいものでも毎日続かなかったら意味ない、ね、そうそうそう、だから美味しいものでないと続かないよ、修行じゃないんだから、ね。うん、はい、なんかいろいろと、まあ先生の本とかも、まあ読ませていただいているときにですね、いくつか中で先生が、まあ良い治療っていうのは、実際に治した症例を提示できる治療だっていうことをまあおっしゃっていて、で、まあ私たち結構その、まあ商品作るときだったり、まあ、進めたりとか、そのいろんな飲み方とかをその提示するときに、やっぱり私はそのエビデンスベースで割とエビデンスでちゃんとこういった効果があるよとか、そういったことが確かなものをできるだけ進めるようにはしているんですけれども、ただまだいろいろ分かってない部分っていうのもありますし、これからいろんなことが分かっていって、で後々そういった信用の高いエビデンスが出てきたっていうこともあるかと思うんですけれども、なんか先生はすごく本の中でそういったエビデンスとか論文、そういった理論よりも治療の成果が実際に出ているという、実際に治った人、良くなった人と同じことをすればいいと思うね、そうなるのが一番良くなる確率が高いわけだって、やっぱりすごくたくさんの患者さんを見られていて、まあ、いろいろと飲んでもらったりとかしている中で、すごくやっぱ先生の言葉って、もう本当に実績に裏付けられた、指導されていると思うので、そこはやっぱりすごく結局ね、患者さんが示しとる症状というのは 100% 正しいわけで、だからそれにどういう介入したら良くなったとかね、そういうのが一番正しいよ、間違いようがない、はい、ね、それをちゃんと治療者がちゃんと観察できとれば間違いようがないよね。やっぱりそういう実績もそうやってどんどんそれ積み重なってるじゃないですか、だからこそやっぱり先生の言葉ってすごく重みがありますし、やっぱりその先生の本もすごく読まれる方多いし、そこは本当にビーレジェンドとしてもですね、お客様が本当に先生の本を読んだのでぜひ取りたいですって方が多いので、そこをすごく先生の言葉に重みがあるからこそ の、 そういっても発信力であったりというところで、いろんな方に受け入れられて取り入れたいって思われているんだなというふうに思いました、はい、今日はお時間いただいてありがとうございました。ぜひ今後も先生に、ね、今後も使い続けていただけるような、おすすめしていただけるような商品というのをですね、作っていきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。